13回みたいな確かにね、そうね、うん、バイミンゴバイミンゴバイミンゴって使うの？私がちょっとバイミンゴかバイビロンバイミンゴそうなんか作ったディセンバーディセンバー全然関係ないけどねお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあなんか特別な回でしたが、じゃあ MC のモアさんどうでしたか？え、なんかなんだろう、前回の配信もめっちゃ笑ったんですけど、今回の配信も笑って夏感じられて楽しかったです夏感じられてねチャラいな感想がとうとうチャラくなっちゃった。楽しかったですいいんじゃないですか。じゃあ美里さんどうでしたか？なんか久々になんか何セリフとか可愛くぶってっていう企画とかなんかそういう系をやって、なんだろう、なんか久々にやったからなんか自分出せた気がしたかな自分で言うのちょっとあれだけどね あっちが自分なんだこれ自分じゃない、うん、じゃあ川瀬さんは？いや、浴衣を着てたから、うん、なんかいつもより自分が可愛く見えました。いや、可愛かった本当に本当に可愛かった本当に、ね、なんかそう、嬉しかったです。なんかモチベーションっていうか配信中のテンションも上がったので、すごい良い回だったかなと思います。そうですね、だって大変なんでしょ、浴衣って着たり。いや、すごい大変で、ちょっと頑張ってもらいました、ね、結構準備にも時間がかかるでしょうに、まあ、それだけの甲斐があるんじゃないですか。まあ多分見てる人も多かったりもしますし、はい、いいんじゃないですか。可愛さが存分に出た回だと思いますよ別に反省なんてないですけどね。あのディセンバーぐらい知ってた方がいいよ。ガチのダメだしだ。いやでも知らないの結構やばいよ。やばいよ。5月って言ってたのがだいぶやばいと思うよ。5月わかんない英語。なんだっけ、わかる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 。5月やーね。え、5月って何？え、分かった。おい、マーチ、それ3月 6? もうやめとこう、もうやめとこほら、隣のトトロのメイちゃん、メイちゃん5月生まれだから。メイトさん好き。そういうことだ、メイだ。5月ってことよ。そうねそうね、そうも覚えてね。そうですね、おおむね好評で、可愛すぎるのを反省してくださいと来てますね。それどうしようもないよね、出ちゃってんのも、うん、そうですね、英語の勉強になる回だった。夏を感じた、可愛くて面白い放送でした。あやめちゃんも大変やな。全然大変じゃないですか。そうですね、うん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 、ミッピの顔芸好き顔芸川瀬さん演技力向上。いや、もっと自分でもちょっとやっぱなんか今日超えてったね超えてる、うん、自分を超え始めた夏の思い出できた、よかった、うん、本当はね、全員でできたらよかったけどね、うん、本当はね、うん、そうだね、別に選抜したわけではないです、本当に、はい、たまたまメンバー決まってから浴衣のオファーがありましたから、ラッキーだ、はい、うん、3人のアドリブが楽しめました次回も浴衣ですか？浴衣ですか？違います。じゃあそんな感じ、今日はもう特に何もない、何もない、なんかあるかな、何もないですね、はい、はい、よかった、何もないです。か可愛くて面白い回だったんじゃないですか、はい、はい、では
最後じゃあ一人ずつ、セリフ言って締めましょうかね。まあ今日モアさん MC の回だったんで、モアさん最後にしましょうかね。はい、川瀬、桜井、芹沢の順番で一言ずつお願いします。はい、はい、それでは行かせていただきます。来年は一緒にお祭り行こうね。バイビー。来年こそはちゃんと履きやすい下駄履くから。ちょっとダメだな。ダメだ。意味わかんない。じゃなんかさっきさ、下駄を履いちゃったから履きやすいのずるいよね。履きやすい報告したんだよね、ちょっと来年のね。うん、うん、じゃあ次行こう。次行こう。今日は一緒にいてくれてありがとう。また一緒にいようね。お疲れ様でした。